マイクを握り熱弁を振るう安倍晋三元総理。その直後、彼らできない理由を考えるのか。2発の銃声が轟きます。SP らしき複数の人物に男が取り押さえられ、付近には銃のようなものが落ちているのも確認できます。安倍元総理とみられる人物がブルーシートに覆われ担架で運ばれていくのも確認できます。午前11時半ごろ、奈良市の交通の要所、近鉄大和西大寺駅付近の演説会場に銃声が響きました。一人の男が安倍晋三元総理の背後から発砲したのです。投開票日まであと2日に迫った参議院選挙の応援演説で奈良を訪れていました。銃弾は左胸や首に命中、安倍元総理は心肺停止に陥っています。他に怪我人はいないということです。殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは41歳の元海上自衛隊員で、奈良市内に住む山上徹也容疑者。捜査関係者によりますと、犯行に使われた銃は手製だと見られています。バーンって音だけ、すごい人中じゃない音が聞こえました。口からというか、そこから煙が白い煙がぶわっと上がった。防衛省関係者によりますと、山上容疑者は2002年から2005年までの3年間海上自衛官だったということです。ドクターヘリから安倍総理とみられる人物を乗せた担架が、降ろされています。安倍元総理を乗せたドクターヘリは午後0時20分ごろ、奈良県橿原市の奈良県立医科大学附属病院に到着し、担架に乗せられた安倍元総理が病院内に運び込まれていきました。懸命な治療が行われているものと思われますが、生命が危ぶまれる状況だということです。